こんにちは、アートの扉アトリエ4キッズの凛先生です。今日は折り紙とハサミを使って遊んでいくよ。まず折り紙を三角に半分に折って、さらに半分に折ります。折るのはこれだけ。ピラピラとピラピラじゃない方、真ん中をよく見てから、これがね、切るお手本です。二等辺三角形になってるから、一番長い方の辺と平行にまっすぐ切って、全部切らずにちょっとだけ残しておきます。もう一本長い方の辺と平行に切って3回切ります。それを開くとどうなるかというと、ここ丁寧に開けるとたくさんの三角が、山がね、見えてると思うんだけど、それを真ん中から丸めて糊で貼っていきます。指でね、7秒ゆっくり数えて押さえると止まります。で、ひっくり返して、さらにまた三角と三角の端っこを糊で止めて、指で押さえて7数えると止まってるので、またひっくり返して同じように糊で貼って指で押さえます。だんだんね、立体的になってきたのがわかるかな。最後の一番大きいところも同じようにひっくり返して糊で止めて指で押さえて、じゃん。これだけでもね、結構素敵な形なんだけど、いくつか作っていくね。また三角形に通って、一番長い辺と平行に、最後まで切らないようにして、3回切ります。それを開いて、真ん中から順番に糊で貼っていきます。出来上がってきたね。すごく綺麗な雫みたいな形なんだけど、いくつかね、作ってみて、1、2、3、4、全部で6個作っておいてみたら、なんか星の形みたいな風になりました。これを6つともくっつけてもいいかなと思います。どこに飾ったかというと、小屋に持って行って、先生はね、縦にくっつけてみました。上から垂らすようにして飾ってみたよ。いろんな飾り方ができると思うから、みんなも楽しんで作ってみてね。楽しかったかな。また遊ぼうね。凛先生でした。